一番過酷だったのは2016年の初めてのフルマラソンです。30キロ以降ピタッと足が動かなくなってしまって、何回も足をつりながらゴールしました。もう少し練習したらもっとタイムが伸びるんじゃないかなと思って、そこから走るようになりました。私にとってのランニングは特別なものではなく日常です。嫌なこととかしんどいなと思うことがあっても、走り終わればその悩みがちっぽけに感じられるんです。ランニングで学んだことは続けることの大切さです。どんな状況でもとりあえず続けること、昨日の自分よりも少し頑張ってみること、その地味な積み重ねが大切だと気づきました。目標は特に決めていません。続けることが目標です。これから50年、80歳まで走り続けたいです。